いやほら青崎くん、挨拶。いや、待たせたね、しずきくん。紹介するよ。彼が転入生のしずき総十郎くん。で、こっちの彼女がしずきくんの案内役。うちの生徒会長で、休日を押して新しい仲間の案内役を買って出てくれた青崎青子くんだ。ああ、うん、いけてる。それじゃあ僕はこの辺でいいかな。僕は職員室にいるから終わったら来るように。いいかい青崎くん、くれぐれも、なんていうか生徒会長としての度量の広さをこの際僕に信じさせてほしいかな。まあいいわ、山城先生がヒルアンドンなのは。
今に始まったことじゃないし。それで、あなた名前は？ああ、しずき総十郎かな。君は青崎さんだったね。さんはいいわ、柄じゃないから。こっちはしずきくんでいい？いいって何？だから呼び方、くん付けでいいかって聞いてるの。うん、何よ、おかしなこと言って。いや、すごく。いや、いいんだ。ごく一般的なんだろう。しずきくんで頼む。君は青崎でいいんだよな。え、よろしく。悪いけど、優しくしてあげる気はないから。時間も惜しいし、手早く行くわよ。それは助かる。やっぱり時間は大切。まず聞いておくけど、山城先生から聞いたことは理解してる？ああ、学校の仕組みに、この建物全部に同い年の人間がいるなんてちょっと想像で。そう、よかった。青崎。何？こっちも一つ聞いていいかな？だから何？俺の気のせいだと思うんだが、君、やはり今朝は悪いものでも。青子の視線は普通の人には厳しいわ。もう少し多くのことに。
私をバカにしてるってわけじゃなさ。言葉にしないとわからないようだから言うけど、あなたの気のせいじゃなくて、私は視線で遠回しに感情を表現してたの。いちいち声に出すのも会話にするのも面倒だから。なるほど。どうしてそうしたいのかはわからないが、確かにそっちの方が手っ取り早い意思表現だ。確かにずれてるわ、こいつ。じゃ、とりあえず。あと一つ。これもちょっとした疑問なんだが、なんで君は怒ってるんだ？怒るのが商売とか、そういう家柄の人なのか？別にあなたのせいじゃないから気にする必要はないわ。ただこの一瞬とお昼まで眠っていた場合を、まずいな。あと20分経つと1時だ。え？嘘でしょ？
うちの校舎そんな広くないわよ。そうだったわね。行く先々で根掘り葉掘り聞かれちゃ、そりゃ何時間でも経つわ。何がまずいの？覚えることが多すぎてパンクしたなんて言わないでね。いや、それもあるけど、学校のことは別にして一時になるとまずいんだ。時間を気にするってことは用事。そう、人の予定を引っかき回しておいて自分だけ好きなようにやろうって言うんだ。なんだ、顔に似合わずいい人ね君。いや、褒めても何も出ないぞ。誰も褒めちゃいないわよ。でそれで一体何の用なの？そこは秘密にしておきたい。慣れ始めたつもりだったけど、こいつのこういったテンポには失神しそうになるわ。しずきくん、秘密だってば。これ最後の質問にしとくわね。あなた、私をからかって楽しい？わかった、説明する。
実は1時からアルバイトがあるんだ。でもここはそういうの禁止なんだろう。そうだけど、あ、禁止されてるから秘密にしようと思ったの？バカね。それ知ってる。試験の時に許可をもらってる。へえ。しかし、許可は一つしかもらえなかった。一つって、あなたこれでも2件減らしたんだ。生活費だけで大変なのに、学費まで稼がなくちゃいけない。なのに働き先は一つだけというのはあんまりだと思わないか。いや、あんまりなのはあなたの方だと思うけど。そういうことなら仕方ないわね。いいわ、行きなさいよ。事情は分かったから。青崎はいいのか？別に、私もこのまま帰るから。先生、案内終わりました。それはお疲れ様。しずき君もお疲れ様。ありがとうございます。なんというか。そうかそうか、うん、明日から頑張りなさい。山城先生のことは気にしないでいいわ。教え子に厄介なことを押し付けてふんぞり返っているぐらい職員室が好きなんだから、何時間でも待ってるでしょ。
いや、待ってるべきじゃない？そうか、青崎がいいんならいいんだな。それじゃあ行くよ。今日はあり、今日だけよ。それじゃあまた。は？ちょ。いや、待て待て待て！何するつもりよ、あんたは！何って、アルバイトに行くんだけど。その窓は人が出入りするところじゃないの。大体ここ何階だと思ってるの。死ぬところだった。2階から降りたら危なすぎる。危ないのはあんたの頭。あのね、こっちじゃ窓から人は出入りしないの。さっき言っとくべきだった。知ってるよ。時間がないんで慌ててたんだ。ありがとう。これからは気をつける。いいけど、私はあなたがどこから外に出ようが関係ないもの。ただできれば私の前ではやらないでほしいだけよ。それよりあなた、本当に明日から学校に来るの？来るよ。不安だけど案内してもらったし。
丈夫なのか、あんなんで。どうせこれっきりなんだし。時間。ま、それも悪くないか。残すことには賛成ですが、それでは残すだけになってしまうでしょう。
それも当然よね。どういじくっても、もともとが山中の宿場町だし、山ごと切り崩すって言うんなら別だけど。思い返してみると、私の人生って、なんか災難続きっぽい。でもま、いっか。
夏場の蚊だってもう少しこう。波乱万丈、商売繁盛、諸行無。そうそう、忙しさに愚痴を言って。これ。気持ちはわかる。俺もどうかと思うけど、店長の言うことだから、もう笑顔で乗り越えてくれ。これも商店街の明日のためなんだとよ。本気で申し訳ないんだが、雨も止んだし、なんとか。
雨の日は自転車も使えないし、1日に2回ぐらいバスでも通ってくれないもんかな。ほんと、鍵閉まったまま？アリス、まだ帰ってきて。Thank you.
ま、私はともかく、アリスはそういうのやりかねないし。